空中部チャンネル。1番須波選手 3.33、 2番佐々木選手 3.29、 3番西村龍太郎選手 3.30、 4番岩崎選手 3.31。 行くぞ。空中部チャンネル。スタートは誰が飛び出すのか。松尾博文、藤岡一樹、岩崎良一、4選手の人気中でも佐々木圭が一番人気を背負います。ブルーランプが一つずつ消えていきます。針が動きました。5秒前、3秒切って2秒12レース3行ナンバーワン決定戦スタートしていきました。3番の西村龍太郎が飛び出していきました。4番岩崎良一か、内から潜り込むのは2番の佐々木です。3番の西村龍太郎、さらには大外から8番の丸山が4番手阪神となりました。3番西村龍太郎がレースを作ります。6番二村飛龍がすぐ後ろ切り返すのか。2番佐々木、8番丸山にもチャンス到来。7番の松尾、その後ろが5番の藤岡、4番岩崎下がって1番須波が8番手です。2周の3コーナー、3番西村龍太郎がトップを奪いました。6番の二村飛龍が切り返すのか外を選択。佐々木圭が3番手が2番手上がってきています。松尾博文も虎視眈々インコース狙っている。松尾博文が8番の丸山聡をインコースから叩き込んで、ここは4番手取り返します。8番丸山5番手に下がりました。西村龍太郎、佐々木圭の戦いに二村飛龍、さらには松尾博文、丸山聡、早くもレースは残り半分を切っていく。スタート行きました。真っ赤に燃えるドラゴン太郎は西村龍太郎、しかし黒い弾丸佐々木圭が現れる。3番手争いも6番二村飛龍の懐、7番の松尾博美が上がってきています。4コーナー立ち上がってレースは早くも残り2周を切っていく。押し切り体勢、逃げ体勢も2番佐々木圭が狙っている。7番松尾博美が思想の動きは一番良かったんです。7番松尾博美が外を選択する。プレッシャーを与えます。内を選択か外を選択だ。3番の西村龍太郎、ブルーフラッグ、残りは1周です。西村龍太郎が先頭、2番の佐々木圭、さらには7番の松尾博文だ。2番佐々木圭がナンバーワンの位置、3行ナンバーワン決定戦、佐々木圭がナンバーワンに輝いてみせる最後の直線です。2番佐々木圭、人気に応えました。7番の松尾、そして3番の西村龍太郎です。2連単2番7番620円1番人気、2連単2と7370円1番人気、3連単2番7番3番で15060円70番人気、3連複2と3と7 4320円18番人気でした。